こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化会予想をやっていこうと思います。来週は第1火曜日なんで重心化の方は予想しません。では直近の回の振り返りから見ていきましょう。4月に関してはアトス、チョ八海、モンソブライト、武田信玄、ジャンヌダルクが来ましたね。結構珍しいんですけども、同じ月に同じ属性の工場キャラが2体重心化会しました。逆に水属性は0体になっています。さすがに来週は水が来るんじゃないかなと思うので、今回は水で予想していこうと思います。一応スケジュールを見ると13時からレクイエムが降臨します。まあダミオワープのクエストですよね。ただ適正キャラに関してはめちゃくちゃいっぱいいるんで、レクイエムの適正ではないと予想します。では水に関してはこんな感じですね。先週も水のアイリス予想したんで、今回はアイリスはやめておきます。古いのはランスロット、テキーラ、信長 X、ダルタニャン、天草四郎、アイリス、対抗棒、ベルダンディ、アヌビス、こんな感じになっています。でコラボキャラを除いた水の重心化回に関しては、去年の8月のサルトビサスケ以降ずっと反射タイプが来ています。そろそろ貫通が来るんじゃないかなっていうところで、今回はこちら対抗棒を予想しようと思います。ワープブロックの貫通タイプでして、一応ね今近畿26でも使えはするんですけども、まあ、そこまで強い適性ではないですよね。まあ、キラーに関してはアジンキラー持っていまして、状態異常回復持ってるんで混乱とかも直すことができます。 SS に関しては自強化プラス壁に触れるごとにレーザー攻撃でしたね。友情に関してはランページレーザーと貫通ロックオン衝撃波、当時はイザナミ回ですごい使ったイメージなんですけども、そこ以外ではそんなに使ってないかな。まあ今回に重心化回してもらって、幅広い適性をもらってほしいなと思います。では性能予想していきましょう。貫通の超バランス型、アビリティが超アンチワープ、アンチ減速壁、足封じ M、 ゲージでアンチブロック、ダッシュコネクトスキルで弱点キラーと状態異常回復、 SS は自強化プラス壁フレレーザーですね。8プラス8ターン、友情コンボがラウンドスパークと超絶貫通ロックオン衝撃波6、こんな感じで予想してきました。追加点としましてはキラー対象が多くなったのと、アンチ減速壁の追加ですね。またアビニベーシャの適性なんですけども、ここ最近結構追加されてるんで、もっともっと追加していくんじゃないかなっていう風に思ってます。まあそんなに大きな変更点はないんですけど、近畿26の適性持ってない方は使いやすくなったと思うし、ダッシュだったり低ターンの SS ですね、ネオを引っ張るには結構いいと思うんで使いやすいかなと思います。まあ友情コンボに関してはメイン友情ですね。まあレーザー系かもしれないんですけども、まあさすがにラウンドスパークは強すぎるかな。あってもチャージショットぐらいかなと思います。サブ友情に関しては無難にこれになりそうですよね。全体的にそこそこ強いと思うんで、こんな感じの強化があったら嬉しいなと思います。では今回は対抗棒一択予想でいきます。よかったら皆さんの予想も教えてください。では小ネタ一つ目いきましょう。ジャンヌダルクの SS 倍率が想像以上にヤバかったです。動画撮影時はねアベルの使ってみたが出てないんですけども、アベルに関しても詳細が分かり次第動画を付け足そうと思っています。 SS 倍率に関してはポテトさんのものを引用させてもらってます。概要欄にツイッターのリンク貼っておきますので、よかったらフォローお願いします。そんな感じでこのキャラの SS なんですけども、貫通変化になりまして触れた敵を吹っ飛ばします。分かりやすく言うと斜めの SS ですよね。一回的に触れたら敵が吹っ飛ぶんですけども、なんかリフティングのようにカン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 ずっとすることができるんで、うまく当てれば結構大ダメージが狙えるんですけども、今回このキャラの倍率は自強化 1.5 倍ありまして、吹っ飛ばしに関しても50万の固定ダメージがあります。でやばいのがアップポジションキラー L 持ってるんで、吹っ飛ばした敵が画面より上にいるとキラーが乗るんですよね。なので実質 1.5 倍 ×2.5 倍の 3.75 倍の SS になっています。しかも2段階目だと自強化3倍あるんで、実質 7.5 倍になるんですよ。これが想像以上にヤバくて、まあ、使ってみたとかでもラウドラボス1ワンパンしてましたし、相当ヤバい火力になっています。2段階目吹っ飛ばし100万の固定ダメージなんですけども、それも普通に強いですよね。10回吹っ飛ばしたら1000万のダメージ入りますし、この SS って敵が着地した瞬間に判定が消えるんじゃなくて、しばらくちょっと残るんですよね。なので結構ゲージ飛ばしもしやすいし、大ダメージを狙うことができるんですけど、ジャンヌダルクは倍率が高すぎるんで、結構いろんな敵をワンパンできるんじゃないかなと思います。重力バリアキラーが乗るとさらに 1.5 倍入りますからね。相当やばいんですけども、しかも超スピード型、超 AGP あるんで、機動力もかなり優れています。なんかこれね、減速率緩和だったり、加速を拾って製造を打ったらめちゃくちゃやばいと思うんで、結構いろんな遊び方、悪さができるんじゃないかなと思います。変わりまして、アベルの使ってみたも出ましたので、SS 倍率なども判明しました。ポテトさん引用させてもらいます。1段階目8ターンの方は、自強化倍率2倍。こちらは進化から変わっておりません。2段階目16ターンの方ですね。こちらに関しては3倍でした。なので、パックの重心化と全く同じ倍率ですね。
イコールレーザーバリアの消滅ターンも一緒なんじゃないかなっていう見通しですね。3倍自強化って普通に強いんですけども、このキャラね、属性キャラ持ってるんで、さらに 1.5 倍の 4.5 倍入るんですよね。これもジャンヌ同様に結構高倍率の SS もらってるんで、超バランス型ではないものの、しっかりね、難しいコンテンツで活躍できる性能です。友情コンボに関しても属性キャラ乗ってくるんでめちゃめちゃ強いですからね。このキャラに関しても実装がめちゃくちゃ楽しみです。では、小ネタ2つ目いきましょう。バージョン 23.1 アップデート以降に始めた人限定なんですけども、ウェルカムクエストの報酬がめちゃくちゃうまいと話題になっています。これによってようやくリスマラ環境は整ったんじゃないかなと思いました。詳細見ていきますとこちらですね。重要なところは大量の経験値だったり、10連ガチャ1回分のオーブがゲットできます。もちろん今モンスやってる方はこれもらえないんですけども、これから始める人ですよね。チュートリアル完了後にクエストを押すと、ウェルカムクエストが登場します。ウェルカムクエスト以外は何も出てこないので、半強制的にこれをやらないといけないんですよね。まあ実質これがチュートリアルになっています。クエストは6個ありまして、報酬はこんな感じなんですけど、まとめると、オーブ55個、使いやすい各属性の降臨キャラが1体ずつ、そして大量の進化素材ですね。重進化もしやすいし、回もいきなりできるかなと思います。さらに経験値結構もらえるんで、確かスポットとかなしで、ランクが36まで上がります。これの他にも既存でガチャの引き直しができるっていうのと、人気投票も引けたんで、まあこれから始める方は、最初のガチャの引き直しでリセマラ、人気投票でもリセマラ。欲を言えばこのオーブ55個をもらってからもガチャを引けるんで、さらにいいキャラを狙うこともできます。本当にようやく整備されたっていう感じがしますよね。言うても9年目なんでちょっと遅い感じもするんですけども、フラパとかででっかいコラボがあるんだったら、まあ、新規層にもね、序盤は結構優しいゲームになったんで、かなり始めやすくなった、復帰しやすくなったと思います。では小ネタ3つ目いきましょう。めちゃくちゃ細かいサイレントアップデートなんですけども、クエスト中の擬音に少し変化がありました。だからなんやねんって思う方もいるんですけども、おっしゃる通り、特にゲーム内で支障をきたすことではありません。詳細見ていきますと、使ってみたライブしてる時に教えてもらったんですけど、ボスインジの擬音ですね、ゴゴゴゴゴってあるんですけども、これはバージョンアップデート前は、黒い文字かつ、フォントも結構シンプルだったんですけども、今回アップデートによって、なんか濃い紫のグラデーションになりまして、文字に関しても若干動きがありますよね。なんかブレてるというか揺れてる感じがあります。まあこれは他にも色々ありまして、ボス登場時は前までバーンっていう擬音だったんですけど、今回からドーンになりましたね。で、友情コンボ拾った時の音も、前まではドキューンやったんですけど、今回からはギューンに変わってます。他にもカーンだったり雑種。ガギンに関しても、文字に動きが追加されたんで、より立体的になっています。ただこれらに関しては、表示時間が本当にちょっとなんですよね。なので今まで意識して見てる方も少ないと思うんですけど、なんならこのカーンとかね、擬音出ることを知らなかったっていう人もいると思います。まあこれが変わったことによって、特に何もないんですけど、ちょっと話題になっていたんで取り上げてみました。今週の小ネタに関しては以上ですね。よかったら皆さんの意見も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。